カシュパル、マリア・シュテルンベルクカシュパル・マリア・シュテルンベルクは、ボヘミアの神学者、政治家、鉱物学者、植物学者である。プラハの国立博物館の元になった、博物館、ゲゼルシャフトでバターランディス県ミューズアムズ・イン・ブーマンの創立者とされる。プラハの伯爵の家の三人兄弟の罰子に生まれた。11歳から聖職者の道に進み、 1778年からローマの神学校で主催となるための訓練を受けた。家業が終了した後に1年間、ローマ、ナポリを旅した後、1783年からレーゲンスブルクで聖職者として働き始めた。1785年にレーゲンスブルクの聖堂の主任を務めた。フランス革命とその後のフランスとドイツとの戦争によって、 政治的な活動をすることとなった。マインツ選定校の最小となる、司教家アルテオドールフォン・ダール・ベルクの下で働き、レーゲンスブルクの領主トゥルンウンとタクシスケのために対し、などを務めた。ダール・ベルクと共に、ナポレオン支持を示すために1804年に、パリでのナポレオンの戴冠式に参加し、東領政府以来の外務大臣タレーランとの交渉にも参加した。 博物学の分野では1790年代から植物学の研究をはじめ、植物学者ダーフィット・ハインリヒ・ホッペが設立したレーゲンスブルク植物学会の事務長に1799年に就いた。1804年に植物園を作り、1806年にレーゲンスブルク自然科学アカデミーを設立し会長となった。パリ滞在中には多くの学者とも交流した。 ダールベルクが力を失い、教会での地位を維持することが困難となったので、ボヘミアに移ることを決めた。ボヘミアの科学的、文化的な地位を高めるために、ヨーロッパの学者と交流し、1818 18年に博物館を創設して館長となった。古生物学分野の研究を行い、分類学に貢献した。1818 18年に、 ドイツの科学アカデミーレオポルディーナの会員に選ばれた。植物化石、スターンブは、植物の学名で命名者を示す場合に、カシュパル・マリア・シュテルンベルクを示すのに使われる。ありがとうございます。